い、皆さんこんにちは、ズータイムです。さあ今回はね、リクガメについてまたいろいろと内容盛りだくさんでご紹介していきたいと思います。もうね今秋なので、昨年お伝えしたんですが、こちらのもみ殻をね、また1年分、今大量に取ってきたところでありますので、この新米のね、すごくいい香りのこのもみ殻を、床に敷いています。もみ殻についてはね、また昨年あげた動画を参考にしてみてください。屋外のこの大型リクガメを飼う場合、それからさまざまな動物で、このもみ殻大活躍していますし、安価または、ね、無料で手に入れることができますので、とてもおすすめです。はい、ではですね、本日はまず一番初めは、こちらですね、はい、よいしょ、はい、昨年、当園に、ご縁があってやってくることになりました、ケヅメヒョウモンですね。はい、交雑種はね、もう何度も言ってるんですが、基本的に私は反対に、なんですけども、ご縁があってこちらに来ることになりましたので、この個体には罪はありませんので、ね、大切に飼育している最中であります。では昨年こちらの日本最大級、いや世界最大かもしれないと、私は暫定してるんですけども、一応ね、これより大きいケヅメヒョウモンがいる場合は、まあ、概要欄のメールアドレスの方に、お知らせくださいと、で画像付きでくださいと、でもしよろしければズータイムチャンネルで紹介しますというふうにね、呼びかけていたんですけども、誰からもこのケヅメヒョウモン、これより大きいのがいるっていうふうにお知らせが来ませんので、引き続き暫定ですが、日本ナンバーワン、世界ナンバーワンの、大きさを誇るケヅメヒョウモンだと思っています。ということで、測定体測したのはですね、7ヶ月前になるので、じゃあ今どれだけまた大きくなったのっていうのを、今公開してね、測定したいと思います。実は来てからね、性格がもう、まあ、場所に慣れたっていうのがあるんですけども、一番初めはすごい恥ずかしがり屋で、なかなか、ね、人前で顔を出したり採食するのも結構恥ずかしがってたんですけども、今では、まあ、1位2位を争うぐらいね、食欲があって、今年多分ねすごい成長したんじゃないかなというふうに思っています。なかなかもうこの大きさなので、好調は急成長するってことはないと思うんですけども、少しずつですが大きくなってるんじゃないかなと思っております。それでは、測ってみたいと思いますよ。よいしょ。じゃあいつも通り亀専用の体重計をセットしたいと思います。邪魔しないでね、邪魔しないでください。邪魔しないでね、これご飯じゃないよ。はい、人の体重計にですね、こっち向けた方が分かりやすいかな。人の体重計に、ちょっとごめんね、よいしょ。亀が乗るための台を設置します。よし、これで、ゼロですね。はい、じゃあ早速体重いきますよ。昨年はですね、ちなみに、体重が17キロかなと思うんですけども、はい、17の高調46センチだったかな、だいたいそれぐらいでした。じゃあ今年はどうかな。はい、17.9、 まあ若干ですけどね、またこの大きさですが、まだ成長を続けていますね。約18キロぐらいまで、成長しました。ケヅヒョウです。はい、この動画でね、初めて、このカメをご覧になった方も、いるかもしれませんよね。ケヅメリクガメとヒョウモンガメのハイブリッド種になりますね。でもまさにこの前足なんか見ると、もうケヅメと比較してもね、ウリ2つ、この前足の鱗、穴を掘るための鱗なんですね、突起物。これはね、もうほんとケヅメの現れてるんですが、全体的なね、このドーム型のシルエットなんかはヒョウモンが、デッサンしていますね。はい、で顔は本当ケヅメとヒョウモン両方特徴が入っているような気がしています。よいしょ。はい、甲羅はもうすごい分かりやすくてボコってるので、完全にオスだっていうことが、あ、へこんでるのでね、オスだっていうことが分かります。これはヒョウモンの特徴ですね。ケヅメはね、オスでもここまでへこまないので、それよりも、喉のね、喉交板、
この喉のね口腔板と言われているこの甲羅がぐっとケツメの場合はね出てきますね。はい、よいしょ。で、亀の甲羅についてはね、以前甲羅のすべてという動画でね、亀の祖先の話から、甲羅とは何かというお話をしましたので、そちらをぜひご覧ください。では次は甲長もついでにね測ってみたいと思いますよ。はい、それではね測定してみたいと思います。ちょっとごめんね、よいしょ、ちょっといい？はい、ではこの甲甲板ね、はい、この間からね垂直を取って測りたいと思います。よいしょ、こちらから垂直の上に伸ばして、ここの電光板、こちらですね、こちらの甲羅の、まあ、ど真ん中になるんです。ちょっとごめん、ちょっとごめんね。はい、ちょうど水、まあ、ここら辺は本当に、垂直ぐらいになるんですが、46.5cm ですね。ということで、微量ですけどね 0.5cm 高調伸びました。まあ、このクラスからね 0.5cm さらに高調伸びるっていうのは、結構な成長なんですよね。はい、なのでまだまだ体重も高調も、伸びてます。当園に来てからねまた伸びてますので、これからの成長が本当に楽しみになりますね。では今からね、このリクガメたちもお腹が空いてますので、本日のメニューをまた採集してご紹介したいなと思っております。私もね今日はですねリクガメに初めて、与えてみる、そういった植物もありますので、そちらもご紹介したいと思います。それでは採集行ってみましょう。はい、それではね本日与える、栽培しているね植物をご紹介します。こちらは以前もご紹介したリクガメにとって最適ではないかと言われている、エルバステラですね。カルシウムとリンのバランスも、良くて、カリウム値もそれほど高くない、それから周産値も低いということで、そして指向性も抜群ということでね、このエルバステラ結構今年ね私もサラダとして食べているのとリクガメにも与えてます。でこのようにして結構上を何回も切ったらね何度も何度も復活してまた新しいのが生えてきてますので、すっごいいいですね。エルバステラおすすめです。もし土地があったりとか、あとプランターで、ベランダで育てれる環境がある方はこのエルバステラ、非常におすすめです。結構切っても切っても出てくるので、まあ小型のリクガメ、まあね地中海性リクガメ、ロシアとかギリシャとかね、まあ、あとはホシガメなんかもね、食べますので、あまり量がいらない、方はねこれ非常におすすめですね。はい、まあ、今日はこのぐらいにおやつ程度にしておこうと思います。でですね、本日ご紹介するのは、密かにこちらで栽培していた、こちら皆さんご存知ですか。人も、こちら野菜スーパーでも売ってるんですけど、結構割と高めなんですよね。少し入って200円後半とか300円台しますので、チンゲンサイとか小松菜よりもやっぱり高いですね。はい、こちらをつるむらさきと言います。あーって聞いた時あると思うんですが、こちらの葉も本日は与えたいと思います。でこのつるむらさき、食品成分分析表からね、検索してみたんですけども、 100g 中カルシウムがね 150ml、 だいたい小松菜と同じぐらい入ってます。でリンのバランスがとても良くてですね、まあ30ぐらいですね、 30ml ぐらいなので、この黄金比率、だいたいカルシウムとリンのバランスが5対1ぐらいになってますので、かなりいい比率来てますね。で、周産地に関してはちょっと乗ってなかったんですが、これ私も生でこうやってね食べてみてるんですけども、それほどそのまあ周産ですよね、アクがないぐらいですね。で周産はこの葉野菜はほとんど入ってますので、ゼロではないとは思いますけども、ほうれん草ほど全然えぐみがないので、ほうれん草より周産値は高いということはまずないなと思ってます。で、以前もねこのヤブガラシなどの時もお伝えしたんですけども、この周産が非常に高いヤブガラシですが、それを補うぐらいのカルシウムの量があるよと、まあ、周産カルシウムとして結合してしまうので、周産はカルシウムの吸収を阻害してしまうっていうのは有名な話ですよね。このズータイムチャンネルでね、日頃からご覧いただいている方はもう分かってると思うんですけども、そのように考えればいいので、周産が入ってるっていうからこう、まあ、
紙ではダメだというわけではなくて、その分を補うカルシウムをしてあげたりとか、あとはバランスですよね。こういったエルバステラとか、私はクワ、自家栽培しているクワなどと一緒に与えていますので、じゃあこれぐらいのツルムラサキ、たとえシュウ酸が入ってたとしても、全く問題ありません。そして私ね、乗ってないんですが、食べた感じ、ほとんどの葉野菜生食で食べてみてるんですけども、それほど臭酸は高くないように感じています。まあ微量は入ってるかなというふうに思いますね。はい、ということで今回はこのツルムラサキも、入れてみたいと思います。で、何より問題なのは好きがどうか、指向性がどうかということが問題になってきますね。はい、まあ神によっては食べないかもしれませんけどね、本日試してみたいなというふうに思います。はい、それからこちらはメインにしているクワですね。クワももう今撮影しているのは9月なので、もうそろそろですね、クワも最終になってきていますけども、まあ秋いっぱいぐらいまではクワをメインに、できますので、今回は、おやつ程度ですが、クワもまた与えたいと思います。もうクワはね、本当にリクガメ飼育私初めて20年近くね与え続けていますけど、本当にいいね、飼料ですね、間違いなくですね。はい、栽培も楽ですし、土地がある方はもうクワの栽培ぜひおすすめしてます。でクワなんですけどね、このゼータイムチャンネルを見てクワの木植えたっていう方もね、お知らせいただいた時あるんですけども、この採集の仕方なんですが、私もいろいろ実験したんですが、まだ実はその一番いい取り方っていうのは私もちょっと模索中なんですけども、ちょっといいですか。はい、こちらクワの葉っていうのはこの間にね、もう新芽が常に出てるんですよね。なので今この木に関してはこう葉っぱを取るっていう形でいってるんですけども、大木の場合は私ここら辺で枝ごとスパンスパンと高枝切りバサミでね、この動画でも何回も登場してるんですが、切り落としています。で、切り落としたところからまた新芽が出て枝が出るんですが、この葉っぱだけを取って、この葉っぱの間からまた新芽を展開させるっていうのでも、まあどちらでもいいかなっていうふうに、いうふうに思ってます。はい、で、結構この冬になると落葉してこの枝をスパンと剪定したりとかするんですけども、剪定しても春にはまた同じぐらいね、モサっていう風に葉っぱが復活してきていますので、うん、どっちがいいかなっていう風にちょっとまだ答えは出ていません。どちらが効率よく葉っぱをね、また量多く取れるかなっていう風にはね、今ちょっと、模索中であります。はい、はい、それではね、本日のメニューをご紹介したいと思います。もうお腹が減ってる感じですね。はい、こちらは、さっきほどご紹介したエルバステラ、それからこちらがツルムラサキ、そして、葉だけ取ったクワですね。こちらはちょっと枝ごと切ってきたクワを今とりあえず与えました。はい、今日はこの3種でね、いきたいと思います。よいしょ。あ、ツルムラサキだけちょっとごめんなさい、ツルムラサキだけ見ようかな、ごめんね。ちょっとツルムラサキだけどんなふぐらい食べるか見たいなと思います。すいません。いや、ツルムラサキここ置いときます。よいしょ。これどう、好きかどうかちょっと私気になるので見てください。ケヅメは問題なく食べてますね。はい、どうですかね、ケヅヒョウどう。ああ、この食べっぷり見たら好きそうですね。はい、こちらのケヅメがまだちょっと気づいてないんですけども、どうでしょうか。よいしょ。はい、あ、みんな好きですね。はい、みんな大好きツルムラサキということで、結構ね、あのツルムラサキはですね、好き嫌いが激しいというふうにもね、リクガメ好きの方からね、聞いた時もありますけども、まあうちはね、みんな食べてくれました。はい、すいません、お待たせしました。ということで、エルバステラツルムラサキクワのね、スペシャルフードね、本日は与えたいと思います。で、それからですね、はい、ここにさらに、いつも通り、チモシの粉末をかけます。まあ、これだけでもね、十分な、いい飼料なんですけども、ちょっとね、この
大型の肉亀には量は足りないかもしれないので、本日はこちらの、ズータイムチャンネルでもたびたび登場している、まあね、動物園専用飼料と、マズリの 5M21 を足したいと思います。よいしょ。でこちらの、まあ、なかなかねこの、動物園飼料手に入らないと思いますので、 5M21 と、動物園飼料2種、250g ずつねセットにしたね、お試し用もね、販売も、開始したいなと思っておりますので、この2種同時にちょっと試してみたいなっていう方いましたら、また概要欄のね、お問い合わせのところからぜひご連絡いただければと思います。よいしょ。じゃあこちらもこのようにして置いておきます。はい。でこちらの人工飼料なんですけども、まあ、この大きさの、ね大きなリクガメたちだともうふやかす必要はないんですけども、ドライのまま与えてももちろんこのくちばしに亀のくちばしにはいいので、硬いものを与えるという点ではすごくいいと思います。で幼体の場合はふやかして与えてみてください。あまたね、まあ、小型のリクガメなどはふやかし、このようにふやかしても大丈夫です。私は結構冬場などは、室内で保温しますので、乾燥気味に空気がなっちゃいますので、この人工飼料を与える場合は冬場はふやかすとかね、そういった感じで、したりとか、日替わりでドライにしたりウェットにしたりとかして、まあ、くちばしのためなのか水分補給のためなのかっていう風にしますね。で個体によってはまた指向性が、ふやかした方が好きだっていう個体も、たくさんいますので、それはあとはね指向性に合わせてっていう使い方でよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい。それではこのカメたちがね、こちらの飼料を完食する様子をですね、ぜひご覧いただければなと思います。はい。それでは、いかがだったでしょうか。あっという間に、本日用意した食事メニュー完食してしまいました。はい。本日はね、このスルムラザキを与えるというね新しい食事メニューのご紹介、それからこちらのケヅメヒョウモンの成長記録もお伝えいたしました。それでは引き続きさまざまな動物の飼育方法、それから野生動物観察、そしてもっと深い知識をお伝えするズータイムカレッジも、またよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。